こんにちは、アブラミチョーナです。おいです。はい、今日はね、100均とね、グッズレビューをしてみたいと思います。今日はね、何のアイテム、グッズを、ご紹介しようかというと、こちらです。ドン、USB 2LED ライトね、こういうものを買ってきました。これ当然ね、ダイソーさんであったんですけども、100円です。まあ、こんな感じですね。まあ、USB 電源ね、USB 差し込み口に挿すと、この USB のライトが光るよといったところで、裏側は、こんな感じになっております。まあ、こうやってね、今、パソコンのウェブカメラで、撮影してるんですが、暗いんですよね、このポジションだと。ですから、もともとこういう、ね、これも100均のアイテムなんですけれども、ランタンライト、ランタン LED ライトでこっち側を照らしつつ撮影しているという状況になっております。まあ、それ、ね、もしこれが同じぐらい明るかったら、もう電池使うそのランタンいらないなといったところでね、買ってみました。じゃあね、早速開封していきましょう。まあ、買ってからもう1週間以上経っちゃうんでね、もしつかなくても返品できないかななんて思ったりしてますけども、ちゃんとね、動いてくれればいいんですけどね。よし、はい、取り出しました。これですね、意外とね、このケーブルの部分がしっかりしてます。ほら、まあ、USB のところに負担かかっちゃうかもしれないけど、基本的にはね、角度固定して、照らすことができそうです。じゃあね、USB に実際挿してみたいと思います。これもあんまり激しくやると、あ、ここにね、スイッチありますね。うん、このどうやったのか、これかな。うん、スイッチがあります。じゃあ挿してみましょう。いきなりつくのかな。あ、硬い。よいしょ、挿しました。じゃあ、スイッチオン。お、よかった、つきました。じゃあどれぐらい明るいかをちょっとね、自分の顔照らしてみましょうかね。切るとこんな感じです。やっぱりちょっと暗いですよね。後ろから、上からと後ろからと当たってるんで、顔がちょっと暗くなるんでね、これぐらい明るければ見やすいと思うし、言うことないんですけども、じゃあ実際これをね、自分の方に向けてつけるとどうなるか、いきます。お、うん、あ、ないよりは全然いいですね。うん、ちょっと眩しいですけどね、こんなもんかな。あ、いいですね。ああ、いいじゃないですか、これちょっと気に入りましたね。これ電源いらないしね。一度ちょっとね、電気落として真っ暗でやってみましょうか。それが面白いかもしれないですね。はい、治療所のね、電気を全部落としてみました。よし、パソコンの明かりだけだとこんな感じです。じゃあ、USB 照らしますよ。あ、十分ですね。背景は映らないけども、僕はまあ普通に見えるんじゃないでしょうか。さすがにちょっとね、眩しいですけどね、いいんじゃないでしょうか。これじゃなくて、ランタンだったらどうなるかというと、うん、やっぱりこっちの方がね、圧倒的に、明るいですけども、それはもう電池3本だっけな、使ってますから、うん、炭酸が3本いります。これはね、これもね、電池は入ってないけど100均で、ダイソーで売ってる LED ランタンです。これもね、結構使えますよ。よし、で、まあ、今回からこの、うん、いいですね。100円で買えて、バッテリーがいらないという点においてはすごくいいなと思います。これね、映らないのがあれですけどね。よっ、こんな感じで、これ家でね、
夜中に一人でこう、パソコン開けながらこう一人晩酌する時とか、これあったらいいかもしれないですね。うん、パッと消せるし、うん、これはおすすめだと思います。まあそんなこんなで、今日は、USB 2 LED、ライトのご紹介になりました。これいいな。これは職場では使うことないな。家でね、自宅で使うことの方が多いだろうから、これはもう今日持って帰りますね。うん。これでも100円はありがたいですね。まあこんなのはもう今当たり前なんですかね。100円ってね。いい時代になりましたね。110円としては、値打ちがあると思います。で、まあパソコンのね、USB ポートに挿して使うのは一般的だと思うんですが、ほら、今スマートフォン持ちの方ってモバイルバッテリー持ち歩いてる方結構多いと思いますけども、それにね、こんな風に、挿して使うこともできますし、自動車のね、車内、車中泊ですとか、もしくはキャンプ、もしくはベッドというか枕元置いとくと、使い勝手はね、結構たくさんあるかもしれませんよ。うん、夜の自動車でもいいかもしれないですね。本読むぐらいの、ギリギリ読めるぐらいの明るさはあると思いますんで、まあ長時間はお勧めしませんけどね、明るさは十分あるんじゃないかと思いました。そんなこんなで、またね、100均で面白いものがあったらご紹介していきたいと思いますので、ちょっと、あ、いいな、よかったな、これ見てと思う方いらっしゃったら、ぜひグッドボタンと、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた、油見長男でした。